たか。これ佐兵団はレイスケの領地にある礼拝堂に潜入。そこで地下へと続く隠し扉を発見する。その奥にエレンが拘束されていると確信した彼らは、敵が待ち構えていると考え、慎重に罠の準備を進めていた。準備を待つリヴァイは、ミカサが同姓のケニーの親戚である可能性を指摘。ミカサは両親について話し始める。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、お互い壁の端の山奥に追い詰められた同士が出会って夫婦になったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは父にも分かりません。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことはあるか？あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみてえな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。よし、準備整いました。そうか。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？良さそうだな。入ってきた。まずは敵をできる限り内部。これは一体何を？これはまずい。煙が邪魔で的が絞れない。総員3体、複数で1人ずつ囲め。作戦続行。全ての敵をここで叩く。まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。よっ、汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。望まない選択であってもやらなきゃダメなんです。
まだ残ってやがる。この先には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すというケニーの夢を。我々は諦めない。ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。よう、リヴァイ。本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー。よっ、エレンを返せ。油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。やらなきゃ、やられるだけだ。ためらってる暇はねえってのに。ケニー・アッカーは私と同じ姓を持つ男。たとえ同じ血が流れているとしても、家族を奪うなら容赦しない。かつて一緒に暮らした奴と戦う気分ってのはどうだ。あんたは勝手に去っていった。今はもう他人だ。相変わらず愛想もクソもねえドチビだぜ。知った、成長したようだな、リヴァイ。無駄口を叩いてる余裕があるのか。ナイフの握り方を教えてやった俺に偉そうな口を聞きやがるじゃねえか。俺ももう人殺しになっちまったんだな。いい加減に殺されろ、リヴァイ。おっ、教えてやったな。相手を追うときは前ばかり見るなって。
せめて一人敵に穴が開けば。今だ総員、最終防衛地点まで交代。もう邪魔すんなよドジビー。落とせ。リヴァイたちがケニーらを追跡する一方、洞窟の奥ではロッドレースが巨人化し、ヒストリアは拘束されたエレンを必死に救おうとしていた。お、ロッドレース、あんな野郎巨人になりやがったな。ヒストリア無事ミカサ、俺はいい兵長、早く逃げてください。うるせえ半裸野郎、巨人だけじゃねえぞ、鉄砲を持った敵も飛んできてんだ。天井が危ない、外れた。巨人化するか、いや巨人の体程度じゃ防げない。ごめんみんな、俺は人類の希望なんかじゃなかった。鎧、なんだ悲劇の英雄気分か。初めてってわけじゃねえだろこんなの。ま、あの中飛ぶのはさすがに厳しいけど。私がエレンを。無理だ、もう逃げられない。じゃあ何もせずにこのままみんなで仲良く潰れるか、焼け死ぬのを待つの。私たちが人類の敵だから。毎度お前にばかりすまなく思うが、エレン、好きな方を選べ。遅い、さっさと決めろ。進みます。ごめんなさい、最後に一度だけ許してほしい。自分を信じること。硬質化能力によって地下を脱したリヴァイたちは、地上を這い進む巨人化したロッドレースを追跡していた。その途上でオートから駆けつけたエルヴィンと合流。巨人の進路にはオルブ毒があることが判明する。寄せ集めでも今の最高戦力をもって巨人を迎え撃つ。その準備を整えるため一行はオルブ毒に入った。ヒストリア、言い忘れていたが、お前にやってもらうことがある。この戦いが終わったら、正当な王位継承者として女王になれ。あ、女王様?ヒストリアが?クーデターは成功したが、兵団がトップに立っても民衆は従わない。正当な王位継承者が、偽物から王冠を取り戻したって物語が必要なんだ。私が…いいな。あの、兵長、ヒストリアは父親と別れて、その面倒なしがらみから抜け出せるというか、なのにまた…なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。
つまりヒストリアはようやくレイス家から離れて自分を取り戻したわけで、なのにまた押し着せの役目を与えるのは、つまりかわいそうかと。わかりました。次の任務は女王ですね。了解しました。ヒストリア、心配してくれてありがとう。でも押し着せにするかどうかは結局自分次第なんだって、そう思う。ただ兵長、一つだけ条件が。ああ。自分の運命に自分で決着をつけさせてください。来るぞ。撃て！よし、うなじの肉を捕らえてる。次で仕留めるぞ。装填急げ。くそ、まずいな。風向きが変わった。遅かったか。とどめを刺せ。肉片のいずれかにある。肉片を攻撃して本体にとどめを刺せ。誰か本体を見つけたのか。あれはヒストリア。はぜ散った肉片の中からロッドレースの本体を探し当てたのは他ならぬ彼の娘ヒストリアだった。ロッドレース巨人を仕留めたヒストリアは民衆の前で自らが真の壁の女王であると宣言。女王としての正当性だけでなく己の力を民衆に示してみせたのである。その一方でケニーはレイス家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、今まさに死の淵にあった。卑怯で臆病なロッドレースに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。リヴァイと別れた頃、すっかり追いさらばえていたウーリはいずれ自分の力がロッドの子たちに引き継がれると語った。その力は神にも等しい力だ。もしも手に入れれば俺でもあいつと対等な景色が見られるかもしれねえと思ったんだ。
大やけどにその出血。あんたはもう助からねえな。いや、どうかな。ロッドのカバンから一つくすねといたやつだ。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。ひとまずは延命できるはずだ。それを撃つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。なぜやらなかった？ああ、なんだろうな。俺は死にたくねえし、力が欲しかった。でもそうか、今なら奴のやったことは分かる気がする。はあ。俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。お前は何だ、英雄か？ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない？知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ？バカが、ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった？俺は人の親にはなれねえよ。ケニー、本当にやるのか？うん、やる。殴った後で言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、ヒストリア恨んでないならやめとけよ。この利益を優先し人類の存在を脅かした偽りの王政こそが人類憲章第6条に反する。そう主張して王政幹部を拘束した兵団は旧体制に参与していた者たちに容赦のない粛清を行った。人類の中枢にあたる人材を失うことにはなったが、秘密裏に保持されていた技術革新の資料やレイスケ領地の地下空間で発見された光る鉱石、そして
エレンが獲得した硬質化能力など、この内乱を通して人類が得たものもまた大きかった。そんな中、ハンジは技術班と共にとある兵器の開発に注力していた。この鉄の棒が新兵器？せめて槍と言ってくれよ。技術班は私の要望に応えてくれたんだ。中央憲兵が隠し持っていた新技術を導入してね。私の要望とは、つまり鎧の巨人に対抗できる武器が必要ってことだ。敵が硬質化の隙でも見せてくれない限り、私たちはただエレンと鎧の戦いを眺めることしかできなかった。確かにエレンを連れ去って走るライナーを止めることもできなかった。今のところ鎧の巨人に対抗できる攻撃手段は、巨人化したエレンの締め技や関節技、それと先日の実験で獲得した硬質化パンチも期待できる。しかしその武器だけで作戦を達成させるのは困難だろう。壁の穴を塞ぐのも重要だが、我々は何よりも壁の破壊者であるライナーとベルトルトを殺さなければならないのだから。それでその槍を鎧の巨人に刺そうって言うんですか？見た方が早い。外に行くよ。威力は見ての通り、雷が落ちたようだろ。だから雷槍って呼んでる。そして鈍重な巨人には有効だが弱点もある。こいつを鎧に食らわせてやるには工夫しないとね。というわけで、モブリット、次の予定を説明してあげてくれ。これから我々は壁外に出て、この雷槍ともう一つの新装備の扱い方を習得するために実地訓練を行う。君たちにも協力してもらいたい。すぐに準備にかかってくれ。戻ろう。新たな攻撃手段とエレンの硬質化能力の獲得により、ウォールマリアの奪還がにわかに現実味を帯び始めた。エルヴィンはケニーより入手した巨人化する薬を、最も生存率の高い兵士であるリヴァイに託した後、全ての準備が完了したことを確認すると、ウォールマリア奪還作戦を2日後に決行すると宣言した。気の早い話だが、ウォールマリアを奪還した後はどうする？何より防衛策の確立が先だと思うが、その後は？脅威の排除だ。壁の外にはどうしても我々を巨人に食わせたいと思ってる奴がいるらしいからな。もっとも、それが何なのかは地下室に答えがあると踏んでいる。地下室に行った後に考えよう。お前がそこまで生きてるかわからねえから聞いてんだぜ。その体はもう以前のようには動かせねえ。現場の指揮はハンジに託せ。お荷物を抱えんのは真っ平だ。お前はここで家宝を待て。それでいいな。ダメだ。全ては私の発案だ。私がやらなければ成功率が下がる。そうだ、作戦は失敗するかもしれねえ。その上お前がくたばったら後がねえ。お前は椅子に座って頭を動かすだけで十分だ。巨人にとっちゃそれが一番迷惑な話で、人類にとっちゃそれが一番いい選択のはずだ。いや、違う。一番はこの作戦に全てをかけることに。おい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 、待て待て。これ以上俺に建前を使うなら、
お前の両足の骨を折る。ウォールマリア奪還作戦は確実にお留守番しねえとな。確かにお前の言う通り、手負いの兵士は現場を退く頃かもしれない。でもこの世の真実が明らかになる瞬間には私が立ち会わなければならない。それがそんなに大事か、てめえの足より。ああ、人類の勝利より。ああ、そうか。エルヴィン、お前の判断を信じよう。兵員や物資の補充、そして新たな装備の開発、あらゆる準備を済ませ、調査兵団はいよいよウォールマリア最終奪還作戦の当日を迎えた。トロストクを出立しようとする兵士たちを民衆の声援が後押しする。かつてこれほど調査兵団が人々の声援を受けたことがあっただろうか。大歓声と夕日の中で兵士たちは志願しなくへと馬を走らせる。かつて巨人に奪われた全てを取り戻すために。トロストクを出た調査兵団はやがて志願しなくに到着。エレンの硬質化能力を用いて外門の穴を塞いだ。穴は成功です。しっかり塞がってます。やった、エレン、調子は？問題ありません。訓練通り次も行きます。では内門に向かう。移動時を狙われぬようしっかり顔を隠せ。調べてきました。地面には野営道具が散乱しています。少なくとも3人が壁の上にいたようです。アルレル、君はその頭だ。何度も我々を窮地から救い出してくれた。まさに今その力が必要な時だ。必要な数の兵士を動かし、内門周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。周囲に異常は見当たりません。これよりアルミン・アルレルトの指示に従い捜索を続行せよ。了解。全員で壁を調べてください。人が入れる空間がどこかにあるはずです。なぜそれがわかる？お前の勘に付き合っている時間は。指揮系統を遵守せよ。我々は勝利するためにここに来たのだ。再び二手に分かれ、壁面の調査を。了解。僕らが壁の中の巨人を知っていると敵が知らないなら、そんな発想しないと踏んでいるなら、あるいはここだ。ここに空洞があるぞ。あ、ライナー！くそ！兵長！この巨人の力があと一歩命を絶てなかった。